縄文トンネルは、北海道旅客鉄道赤北本線にある単線、秘伝化の鉄道トンネルである。生田原駅と金華信号場の間にあり、縁軽町と北見市とを結ぶ縄文峠下下を通る。本トンネルの金華信号場側には2017年まで、西シ渋川高校付近に、縄文信号場が存在した。1912年3月に、 雄別線縄文水道として着工された。縄文という地名は、北見川のところ群と、遠軽川の門別群から付けられたものである。同じ石北本線の石北トンネル同様、人気の全くない、この区間は、同線の難所の一つであり、標高約347メートル、全長507メートルのトンネルを掘るのに36ヶ月を、要し、一1914年に開通した。 殉職者追悼基本トンネルは生産過酷なタコ部屋労働で建設されたことでも有名である。本州から集められたタコと呼ばれた労働者は、わずかな食事と過酷な労働から、1914年10月の工事、完了までの間に100人を超える死者を出した。施行当時、重労働と栄養不足による活気から労働者は次々と倒れ、倒れた労働者は治療されることもなく、 暴行を受け、遺体は水道や現場近くの山林に埋められたと言われる。これについては、山菜取りに来た近隣の住民が人間の手や足の骨を拾ったという話もある。開通後、トンネル内でしばしば急停車事故が起こったりもしたため、異例目的として、日本国有鉄道中有別保線区は、当時の町長の協力を得て、1959年に縄文トンネルから、 ルベシベ町側約1キロメートル進んだところに、緩和地蔵村を作った。その地蔵村の裏側にある空き地からは、これまでおよそ50体の遺骨が、国鉄職員の家族らによって発掘されており、毎年6月に供養祭を行っている。監督の指示に従わなかったために、スコップなどで撲殺されたタコ労働者が、見せしめのために、トンネル内に、 人柱として建てられたという話が言い伝えられていたが、1968年の十勝沖地震での壁面損傷に伴う改修工事を行ったところ、1970年9月、縄文駅口から3つ目の対避書の拡張工事中に、レンガ壁から60センチメートルほど奥の玉砂利の中から頭蓋骨に損傷のある人骨が発見され、 人柱の伝説は事実であったことが明らかとなった。ある保選区員はみんなが人柱だと言ってました。他にも埋まってる可能性があると思いますと語っている。その後の発掘調査で、さらに10体の遺体が発見収容され、ルベシベ町共同墓地内の縄文トンネル巡職者の墓に納骨された。また1980年11月、 当時のルベシベ町と追悼飛根流規制会によって、金華信号場製法の高台に、赤北本線を見下ろす形で、縄文トンネル工事柔南者追悼飛が建てられた。急勾配の地に作られた縄文信号場、及び隣接する本トンネルは、かつて D51 の従連や候補機が付く、貨物列車の撮影、生録音の名所として、鉄道ファンの間に広く知られた存在であった。 東信号上には列車交換や退避のために停車する旅客列車があり、SL ブーム当時とそれ以降、訪れる鉄道ファンの便利を図り、付近に定住者がいないにもかかわらず、客扱いが行われていた。現在は広域合併により北見市に編入。ありがとうございます。